ャンネルの中井です。さて、今日はいつも商品紹介をね、やってるんですけれども、まあちょっと 2,3 日ちょっと更新がちょっとできなかったっていうのもあるんですが、ちょっとまあバタバタとしておりまして申し訳ございません。今日は商品紹介の前にいつもオープンするときにですね、準備、まあこういうの見たらもあまり面白くないかもしれないんですけど、いつも店に来る時の、動線というか、まあいつもの、まあレパートリーというか、まあいつもの、何ですかね、段取りをちょっと紹介したいなと思いますので、まあ面白くないかもしれないですけど、ちょっとお付き合いください。そして今日はね、固定カメラではなくて、カメラマンに花くんをご用意しております。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ちょっと行ってみましょう。うっす。はい。じゃあついていきます。お願いします。ということなんですけど、この看板、まずね、この看板をまず重たいですよ。これ木の看板なんで、これ下ろしていきます。はいはい、重労働ですね。重労働ですよこれ、ほんとね。どうぞどうぞ、いきます。はい、もうこれね、看板をいつも3階から、はい、こういうふうに下ろしていくんですけど、はい、なかなかね、ちょっと毎日の作業なんて僕も慣れてるんですけど、はい、ちょっとね、やっぱり息切れがすごいんですよ。はい、だからもうね、毎日の作業だけどもう息切ればっかりで、ちょっと大変すぎて。筋トレですね。筋トレです、ほんとこれ。でもほんとこういう感じで出してるんですよね。はい、はい、こういう感じで、はい、こんな感じですね。よし、はい、こういう感じで、一度また上に上がるって感じですね。はい、すいません、ちょっと二度手間で申し訳ないです。いいえ、とんでもない。ということでね、本当前も説明したんですけど、ここ鏡でね、はい、結構セットとかして、準備段階で抜群な状態で店に上がれるっていう感じで、はい、してるんですけど、まあとりあえずね、もうこの時点でちょっと息切れがもうすごいんですよ。はい、今特にマスクしとけですね。そうなんですよ、僕らはもう本当マスク着用で、してるんで、はい、どうぞちょっと一度先に入ってもらって。あ、失礼します。どうぞ。こういう感じで、入ってもらって、はい、こんな感じで一応電気はついてない状況なんですけど、もともとして照明をつけて、そしてまずは換気、まあね、換気をちょっとしなくちゃいけないということで、まあ今はこういうふうにですね、窓がちょっとあるんで、ここ窓をこういうふうに換気をね、換気をします。換気をして、まあ今はこういうね、密の方があるんでね、まあこういうふうに触れないように、まあその準備段階とすれば、こちらですね。はい、消毒ね、シュッと、まあ一発かけて、まあこういうふうに、まあちょっと消毒をちょっとね、しながら、今から準備で入ります。はい、そしてまあね、換気もちょっと終わった頃でちょっと BGM かけます。はい、まあ音がちょっとあれなんで、まあ一応パソコンでつけてるんで、パソコンパチパチっとやって、こういう感じで、はいはい、こういうふうに BGM が変わって、はい、いつも裏にあるんですけど、掃除始めます。はい、はい、まあ、こんな感じでね、ちょっといつもこう雑なんですけど、ちょっとね、軽く掃除をこういう感じでやってるじゃないですか。はい、こんな感じでやって、まあ意外ともうね、今日一日でちょっと埃が溜まりますよね。もうめちゃめちゃ溜まるんで、すごいんですよ、やっぱまあ、換気してるけど、はい、結局その埃とかでやっぱりみんなちょっと冷めちゃうじゃないですか、洋服屋で埃が溜まっちゃうと。確かに。はい、だからちょっとね、それだけはちょっと綺麗にしとかないといけないなっていうね、はいはい、とこがあるんで、ちょっと雑ではあるんですけど、ちょっと、はい、こんな感じで掃除してます。はい、はい、そしてまあ一発ここに収めまして、とりあえず、まあ、それトイレ掃除ですね。はい、これはちょっと意外とこういう感じで、なるほど、いつもセットしてるところもそうなんですけど、はい、ここちょっとトイレの方になるんです。トイレで、はい、ういっす、こんな感じでね、はいはい、トイレもゴシゴシいっちゃいます。はい、ね、ゴシゴシいって、水回り大事ですからね。はい、水回り大事なんですよ。うん、そう、商売人はね、基本的に水回りからですからね。そうですね。はい、やっぱり結構商いをしている人はね、水回り汚かったら、はい、やっぱりこうそういうね、商売がうまくいかないっていうね、はい、言われてるんで、水回りはちゃんときれいにしましょう。そうですね。はい、というふうに水を流します。はい、
そしてまあちょっと一通りね、ちょっと終わったら、はい、まあ自分のワンパターンの場合はいつもその、まあ家からセットする時もあるんですが、はい、でもまあ家の時はもう帽子かぶって、まあ今マスクとかしてるんで、はい、でその後まあ普通に今掃除終わらせたら、もうこのままもうセットします。そうですね。はい、もうそのままこうセットに入って、まあこういう風にセットするじゃないですか。はい。でセット終わったら、まあ次に行くって感じですね。はい。でとりあえず、こちら、まあとりあえず準備段階で、まあディスプレイをちょっとチェックって感じで見てるんですよね。まあこういう風に見て、ああもうある程度ちょっと散らかってないなとか、まあこういう風にまあちゃんとディスプレイされてるなって思ったら、まあもうこのまま、はい、お店の準備に入って、まあこちらでちょっと、はい、あの見ながら。でこういう風に、まあ、ちょっとこう、まあ、ちょっとガチャガチャとしてるんで中身はちょっとあの見えないような感じで、はい、でまあここでちょっとパソコン作業をちょっとカチカチっと、はい、はい、ちょっとやってまして、まあ、それがまあ終えるとまあ基本的に一服って感じで、なるほど、はい、まあ、これが一連の流れです、はい、はい、ということで、まあ、あとはもうその僕もインスタグラムとかを普段やってるんで、はい、結構そのインスタグラムではあの情報的にはもう洋服の公開、まあ、あの洋服の情報と、あとはまあなんかそのまあ、今イベントとかは難しいんですけど、まあ、イベントの情報とかをちょっと流していくっていうような作業に入ります。でまあそういうところが、まあ、基本でもそういう感じですかね、うん、はい。でまあ普段と違うところっていうのもまあないんですけど、はい、まあ、帰り、まあ、オープンクローズが、まあ、8時ぐらいなんですけど、8時に閉めるときに、まあ、それの逆バージョンですね、まあ、音を止めて、まあ、換気窓を閉めて、で看板を上げて、でそのまま照明を落として帰るって感じですね、はい、まあまあいつも通りもみんな分かってるよっていう感じなんですけどまあまあなんかもう意外とそういうところってまあ見えないじゃないですか。確かに、まあ、オープン準備を見るっていうのはなかなかないんで、まあクローズを見ることはね、花子もだいたいクローズいつもね、そうですね、まあ、いつも手伝ってくれてますもんね、大体一緒ですね帰る本当に。でも花子はもうあの本当週1、もうほんと週に1回ね、ほんと来てくれてて、まあ、今はもうほんとコロナでもうめちゃめちゃ久しぶりですよね。そうですね。ね、もう1ヶ月半ぐらい来てないですもんね。でしょ？いや、週1来てる人が1ヶ月半来てなかったら、いや、ほんとにあの1年半会ってないぐらいの気分ですもん。ほんとですね。はい。だからもうそんぐらいの気分なんで、だからもう今すごいテンション上がって、ちょっとなんか移動式な感じになって、ちょっと花くんのちょっと紹介も改めてちょっとさせてもらうんで、あ、よろしくお願いします、はい。もうちょっと顔出し NG じゃないですよね。大丈夫です。じゃあまた次回あのちょっと花くんもこのカメラ越しにちょっと一緒に紹介させてもらいますので、はい、皆さんもちょっとぜひチェックしてください。お願いします。はい、ということでまあちょっとね、まあ、今日はなんかまあ何でもない、日常のあのオープンっていう感じなんですけど、まあちょっとそういう感じで皆さんにもちょっとね一歩一歩ちょっと楽しんでもらえると、まあなんかこう何でもいいじゃないですか。まあ基本的にまあ音源の紹介とかもまあ今からいろいろしていきたいと思いますし、まあなんかこう洋服以外のなんかこうそういうこともしていきたいなと思ってますので、まあ今日はちょっとこの辺で。はい、花くんちょっとカメラもありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。うまく撮れてるか分かんないですけど、いやいやいや、もうこれはもう花くんのやっぱりなんかね、高評価が多分来ると思うんで、とにかく質問コメント欄で花くんってどんな人っていう質問どんどん待ってます。いつかも花くんもちゃんとしっかりこのチャンネルで、出演してもらいますので、よろしくお願いします、はい、ということでまあね、まあ、花くんもちゃんと 今マスクしてるんで、はい、まあしてるんですけど、もう僕もね普段日常マスクしてる状況にはなります。して営業も一応まあ通常はしてるんですが、まあ、マスク着用とさっき言った消毒の方はもう僕もそうですし、お客さんにもまあぜひしていただきたいなと思っておりますので、まあ、引き続きご来店の際にはそういうご注意点はございますが、まあ楽しく、まだ今後の先未来も楽しく迎えられたらいいなと思っておりますので、健康と安全は第一で、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ステージ北海道の中井でした。ありがとうございます。ありがとうございました。